皆さん、こんにちは。朝の情報番組、ジップの総合司会を務めるミトちゃんこと、三浦あさみアナウンサー。2023年9月19日から22日の4日間体調不良で番組を欠席し、週が明けた25日から27日もお休みだったことから、三浦あさみさんの体調を心配する声が多く上がっていました。中には、三浦あさみさん妊娠中、三浦あさみさんおめでたなの、といった声も聞かれたようです。三浦あさみさんが体調不良でジップを欠席したのは2023年9月19日でした。そこから週末の金曜日までジップをお休みし、週が明けた9月25日から27日とお休みに入ったままとなっていました。9月25日のジップでは、月曜パーソナリティを務める風間俊介さんが、三浦さんは体調不良のため大事をとってお休みですと報告していました。しかし、週が明けた9月27日、現在も三浦あさみさんは復帰されていませんでした。丸1週間以上もお休みとは心配だと世間では噂になっていました。しばらく体調不良でお休みされていた三浦あさみさんですが、9月29日から復帰されています。木曜パーソナリティで俳優の鈴木福さんが、三浦さんは体調不良のため大事をとってお休みですと告知した上で、ただご安心ください、体調は回復したようで明日には帰ってきますと発表していました。三浦あさみさんの体調不良の原因ですが、季節性のインフルエンザやコロナの可能性が高そうです。いつもジップをご覧いただいている皆様、大変お久しぶりということになってしまいましたと頭を下げ、本当に今もいろいろ学級閉鎖になっている学校があったりとか、流行っているという話も聞きますと明かしました。三浦あさみさんの体調不良は妊娠ではなかったようです。大事に至らずで本当に良かったです。三浦あさみさんはジップで朝の顔であっただけに、三浦あさみさんの体調不良に対してかなり心配の声が上がっていました。そんな状況を受け、日本テレビからも公式発表が出される展開となりました。9月25日に開かれた日本テレビ定例社長会見の中で、専務取締役の福田博之さんからは、ご心配することは何もなく、そのうち出てくると思いますので、と笑顔で答えたといいます。笑顔で話せるということは大きな病気や事故、怪我ではないということなのでしょう。1週間も長引いたお休みに、一部では、三浦あさみさん妊娠したのでは?といった推測も出ていました。三浦あさみさんが妊娠中ではないかと言われていたのには3つの理由があります。1つ目は、一番の理由がやはり体調不良で番組を1週間以上も休まれていたことです。これまで三浦あさみさんは夏休みで番組を欠席することはあっても、体調不良で1週間以上休まれることはあまりありませんでした。過去に新型コロナに感染された時は10日間ほど療養されていたようですが、それでもかなり珍しいことでした。三浦あさみさんは朝5時50分から始まるジップのために、前日は午後8時に就寝し、午前2時には起きるという生活サイクルを送っています。番組の総合司会を務めることから責任感を持ち、真面目にお仕事に取り組む姿が印象的な三浦あさみさん、体調管理はきちんとされてきたことでしょう。ですが、妊娠が発覚すると思い偽りがつきものです。普段元気にジップに出演していた三浦あさみさんが突然1週間も体調不良で番組を欠席したことから、ネット上では「三浦あさみさん妊娠したの?」という声が上がったようです。大きなお世話のような気もしますが、三浦あさみさんがいないと寂しいといった声も多く上がっており、三浦あさみさんの人気の高さがうかがえました。2つ目は、服装の変化が挙げられます。三浦あさみさんといえばジップで司会を務めていることもあり、タイトスカートにブラウス、ヒールといったイメージがあります。まさに女子アナといった格好です。ですが、最近の三浦あさみさんの服装を見てみると、だいぶイメージからはかけ離れていることも指摘されていました。顔つきも優しい感じがして、ママになったのかなと思う視聴者も少なくなかったようです。三浦あさみさんの服装が変わったことから妊娠説が浮上したようです。3つ目は、体型の変化が挙げられます。三浦あさみさんの様子を以前と見比べてみると、少し体型もふっくらした様子が見られました。結婚前の2022年の画像と比べてみても、少しふっくらした感じがしました。三浦あさみさんは夫
中村智也さんについて、好きなところは美味しいご飯を作ってくれるところと回答しています。ただの幸せ太りなのかもしれませんが、三浦あさみさんの体型に変化があったのは本当のようです。三浦あさみさんは2023年3月に俳優の中村智也さんと結婚したことを発表しました。中村智也さんが共通の知人を通じて連絡先を聞き、三浦あさみさんにアプローチしたと報じられていました。今まで一切熱愛報道もなかっただけに、意外な組み合わせに驚く声が多く上がっていました。三浦あさみさんも初めて本人から連絡をもらった時も偽物だと思いました。ですが何回か本人しかわからなそうな情報を聞いて、多分本物だと思いましたと語っていたほどです。2023年8月31日からは結婚後初の長期休暇も取得しており、ジップも夏休みで10日ほど休んでいました。もしかするとちょうどこの時期に新婚旅行などに行かれていたのかもしれません。中村智也さんも三浦あさみさんには続婚のようで、とても仲が良い夫婦で微笑ましいです。三浦あさみさんも現在の年齢は36歳ですから、子供のことを考えていてもおかしくはないでしょう。三浦あさみさんの体調不良が病気とかではなく、おめでただと期待した人もいたことでしょう。三浦あさみさんと結婚を発表した中村智也さん、主演映画宇宙人のあいつで共演したバナナマン日村勇紀さんがある番組で VTR 出演し、僕が結婚の保証人をやっているんです、なんで俺なのかなと質問しました。これに中村智也さんは、これは初めて言うかもしれないんですけどと切り出し、そもそもスタートが日村さんたちとご飯食べていて、誰かいい人いないのって言われて、いないっすね今みたいない、どんな人がいいのって言われて、三浦さんみたいなって出したのがスタートだったんですと明かしました。続けて、その場にいた一人が共通の知人と言われる方でつなげてくださってとし、そのスタートの場にいらっしゃったんで、それはぜひと保証人を頼んだ理由を明かしました。さらに、あと僕が日村さんと神田愛花さんにお世話になっているんですけど、すごく素敵な夫婦で、そういう方にやってもらったらいいかなとお願いしたら快く受けてくださってとしました。発表の1週間前ぐらいに日村さんのところ行って書いてもらったんですけど、本籍がわからないと言い出しまして、前日にこれ書いてくださいと写真まで送っていたんですけど、本籍わからねえなって半ば当てずっぽうで書いてもらいましたと笑わせながら秘話を明かしました。さて、女優の浜辺美波さんが三浦あさみさんと共演 NG だというのは本当でしょうか。一体何が理由だったのでしょうか。浜辺美波さんは NHK 朝の連続ドラマ「らんまん」に主人公牧野万太郎、神木隆之介の妻である寿恵子役で出演しており、出演シーンも多くありました。作品のモデルとなった植物学者牧野富太郎は、家計を顧みず研究に没頭する夫を支えたのが彼女でした。55歳で亡くなった妻を偲び、新種の笹を寿恵子笹と命名した日本植物学の父と妻の愛の物語となりました。そんな昔ながらのオーソドックスな朝ドラヒロインにふさわしい女優だと言われる浜辺美波さん、清潔感があって純朴で頑張り屋さんというイメージで中高年の視聴者の受けもいいらしいのですが、プライベートでは何かと騒がれていました。2019年公開の映画「詩人荘の殺人」で中村智也さんと共演した時のことです。中村智也さんと主演の神木隆之介さんの3人で番宣動画に出ると、浜辺美波さんが中村智也さんへ熱い視線を送っていたといいます。目が合うと数秒間見つめ合い、頬を染めはにかむように目をそらしたとも言われています。そして、そんな2人はできているとささやかれたほどでした。そんな過去があったために、中村智也さんと電撃入籍した三浦あさみさんは竿姉妹とささやかれ、今後は2人の共演は NG になると、そのような噂があったのです。この噂が嘘か本当かは今後の展開で全てがわかることでしょう。今回は三浦あさみさんの結婚の話題を中心にいろいろな噂を深掘りしてきました。突然で驚きましたが、今年のビッグニュースの一つには入ることでしょう。三浦あさみさんが公の場でどのように報告するのか楽しみですが、今後の身の振り方についても言及があるのかが注目です。今のところ
妊娠したかどうかについてはもちろん公表されていません。そしてその説を論じるにも証明できる事柄が少ない段階です。つまり憶測の域を出ていません。ただいずれ幸せな報告が聞けるでしょうから、その時を待ちたいと思います。三浦あさみさんはイメージ的に良妻賢母という感じの方で、家庭も明るくなるでしょう。末永くお幸せに、素敵な家庭を築いていってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。